現在は廃駅となっているウィリアムスバーグトローリーターミナルの空間。ローラインテックでも2012ローラインはニューヨーク市マンハッタン区に建設が提案されている世界で最初の地下公園である。建設予定地はロワー,ーイーストサイドのデランシーストリートの東端の地底エセックスストリート駅に隣接する場所である。 共同草案者のジェームズ・ラムゼイとダン・ベレッシュは、光ファイバーを通じて、自然光が直接再考される公園を地底に、建設することを提案した。この草木を街路の地下で成長させる場所を作る計画は、リモートスカイライト案としてまとめられている。最高期は地上に設置される手はずとなっており、想定されている場所は、デランシー・ストリートの中央分離帯である。 光ファイバーで方向を変えて再構される太陽光が使えない曇りや雨の冷やや感は人工光が補助的に使用されることになっている。この公園は天井の高さが20フィートで1948年までウィリアムズバーグ橋を渡ってブルックリンへ行き来する路面電車の終端用ループ線として使用されていたエセックスストリートから東日産ブロックの クリントンストリートまでの区間にわたる。プロジェクトの正式名称は、デランシー・アンダーグラウンドである。このプロジェクトは2011年に最初に提案され、すぐにメディアの広い支持を得た。2012年、このプロジェクトは、太陽光照明技術の実物大の試作のために15万ドル以上を、キクスタター上の3300人の支持者から、調達することに成功した。 このプロジェクトは現在のところクラウドファンディングプラットフォーム上で最も成功した都市デザインプロジェクトであり2012年のキックスタータープロジェクトの中で最大規模のうちの一つであるこの作品は2012年9月にロワー,ーイーストサイドにイマジェニングザ・ローラインというタイトルのインスタレーションとして設置されたこの作品はライブで工作されたランドスケープ パークの上に太陽光を降り注ぐ幅30フィートのアルミニウム太陽展開という形で展示された。この展示期間中には1万1000人の観客が訪れ、学生の課外見学、週末のストリートフェアそして政治イベントなどが開催された。この展示の制作責任者はロビン・シャピロ、インダストリアルデザイナーはエド・ジェイコブス、サポートはブラント・グレーブスであった。 このプロジェクトは、アメリカの上院議員 EN、カーステン・ジラブランド、ニューヨーク州議会議長 EN、シェルドン・シルバー、マンハッタンコミュニティボードさん及びロワー・ーイースト、サイド改善地区などの政治家や団体によって、支持、宣伝されてきた。ベレッシュ及びラムゼイは、HR&A、アドバイセスアラップと共に、公園建設費用、 長期ビジネスモデルや地域に与える利益などの見積もりやフィジビリティスタディに取り組んだ。この成果はウォールストリートジャーナルなどの様々なニュースメディアに公開された。この地下公園予定地は165万平方フィートのスワードパーク都市再生エリアと接しており、この公園に関してエコノミックデベロップメントコーポレーションが RFP を発刊している。しかし、 ローライン建設予定地はメトロポリタントランスポーテーションオーソリティによって所有されており、こちらのプロジェクトに関してはその RFP には記載されていない。ローラインチームはまたおよびニューヨーク市と協業して建設工事のためのアクセス確保や資金調達を継続して行っている。ありがとうございます。